どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろししくお願いいたしますさて、本日はですね、うんまあ、1月も早、えー、1週間が過ぎ、えー、選手たちが、まあ、個人で、えー、やっているトレーニングというのが、まああのー、少しずつ始まってるなという感じですね。まあ、それこそ糸井選手とかがね、えー、インスタグラムで動画を上げてますね、あの吉田正隆選手とか、えー、そういう選手たちと一緒にね、西川選手も一緒にやってたかな。うん まあ、毎年恒例のあのトレーニング、まあ、マッスルになるためのトレーニングを行ってたりとかっていうところがあるんですけど、まあ、いろんな選手が始めてますよね、まあ、西選手が、まあ、ハワイでね、まあ、トレーニングを続けてたりとかっていうところがあるんですけど今回は、えー、その中の1人、えー、藤川球児選手の、えー、個人トレーニングに参加する望月選手について語っていきたいと思いますと、うん、えー、っとね、まあ、望月選手、まあ、すごーく速いストレート、まあ、直球 まあ、フォークというかスライダーというか、まあ、たまーに投げるカーブというところでね、えーまあ、球種においては何、まあ、ら文句のない感じ、うん、なんですけどただね、まあ、なんと言いますかそのストレートは速いけど当たればめちゃめちゃ飛んでいくという、えー、僕の中での印象だったんですけど、うんまあ、しっかり、えー、やってきたんじゃないかという風うに、ねえー、言われています。えー、誰からからとというところですね うん、8日8日にですね望月選手が奈良浜でトレーニングを始めましたまあ始めましたというかトレーニングしました、うん、そこでねマサさんがいたんですよ山本マサさんです、うんまあ、あの臨時でねコーチをやってくれるっていうところで8日もね急遽 あのコーチに来てくれて、まあ、新人たちがね、まあ、西君とか及川君とか、まあ、あの井上君もそうなんですけど、まあ、みんながね、新人のトレーニングを始める中、えー、急遽山本昌臨時コーチが来てくれてで、そこに加えてね、望月選手も個人でトレーニングしてたところ、昌さんが話しかけてきてくれて、あしっかりやってきたんだなというお墨付きをいただきましたと。いやー、うん、素晴らしい。 もともとね、そのまあ、最初にね、まあ、最初というかさっきね、その望月選手のボールは、まあ、めちゃめちゃ速い、156とか7とか出るけど、当たればめちゃめちゃ飛んでいく、まあホームランが、ね、被打率がちょっと高かったという僕の中での印象なんですけど、まあ、しっかりね、キレをませれば、うん、あのガイアもね、まあ、1つ詰まって。 えー、ギリギリになったりとか、まあ、フェンスギリギリでアウトになったりとかっていうところもありますし、うん、まあ、チェンジアップを教えてもらったりとかね、まあそういうところもあって、うん、緩急というところをね、しっかり使えるようになれれば、えー、望月選手はね、まあクローザー候補の一人としても全然問題ないと思うんでね、えー、ぜひとも頑張っていただきたいなというふうに思っておりますと。うん。そしてね、まあ、9日から、まあつまり今日ですよね。今日からね、えー、藤川選手との トレーニングに参加するというところでね、もちろんね、その望月選手がまあ藤川選手の代わりになれたら、めちゃめちゃえ僕らとしては嬉しいですし、頑張っていただきたいんですけど、しっかりね、藤川選手がね、そのこの間、発表されましたよ、優勝したら、俺は引退すると、矢野監督をえ日本一の監督にして、やめると、もう悔いは残っとらんと、悔いがあるとすれば優勝してないことやと。 うんっていうところなんで、えー、そのね熱い意志をね継いでいただきたい、望月選手にと、まあ、もちろんね阪神タイガースの若い選手に全員継いでいただきたいんですけど、まあ、一緒にトレーニングする望月選手がねそれを一番感じていただきたいと、うん、まあ、もちろんねそ,のそれも感じつつ、えー、しっかりトレーニングを重ねてね、被、ま、左、あ、率が減ればね確実に先発ローテも回せるし、まあ、スタミナもありますし、クローザー候補としても全然問題ないんじゃないかと。 まあもちろんね、スピードが速い、えー、落ちるボールもある。まあなおかつ、まあね、クローザーになったらあんまり緩急というものは使わないという感じなんですけど、まあ緩急も使えるっていうところがあるんで、望月選手、本当に頑張っていただきたいなというふうに思っておりますと。はい、えー、本日は望月選手について語らせていただきましたと。うん、えー、っとね、まあ2年連続で藤川選手の、えー、トレーニングに参加するというところでね、うん、まあ去年から、まあ一応感じてきたものが、 まあ今シーズンというか、まあ、昨シーズンになるんですか、うんまあ、昨シーズンのね、まあ、先発に変わったりとか、そういうところにね、つながってるんじゃないかというふうに思うんで、今年も参加して、来シーズンに向けて頑張っていただきたいなというふうに思っておりますと。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そしてツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。というわけで失礼します。バイバイ。